斉藤博也は、雪印入業所属のスキージャンプ選手で2003年に引退し、現在は指導者。北海道余市郡余市町の出身、同学年に岡部隆信がいる。スキージャンプの盛んな余市町にあって10歳の時にジャンプを始めた。余市町、龍拓町小学校、余市町立、西中学校。 余一高校を経て1989年4月に雪印入業に入社。現役時代は教科書とも評された基本に忠実な安定したジャンプスタイルで1997年から1998年シーズンには3度あった日本の W 杯表彰台独占において唯一3度すべてで表彰台に上がり長野五輪では 団体戦の2番手として1回目130メートル、2回目124メートルと非常に堅実なジャンプで実力を見せつけ、団体の全選手で4番目の合計得点を上げて、日本の金メダル獲得に大きく貢献した。しかし、長野五輪後は度重なる怪我に泣かされた。百九十八年七月に、右膝の全十字陣九百九十九年六月には、 左膝の室外圏3箇所を断裂したがその度に復活した。2003年3月に現役引退し、雪印ず入業のコーチに就任。2006年4月より同監督に就任。2014年春に監督を退き、現在は社業に携わっている。ありがとうございます。